はい、では今日は何にしましょうかね。ひき肉と餃子の皮なんで、当然ですが餃子になりましょうかね。軽くちょっと作れる餃子を作りましょうか。あとは何だろうな。魚がちょっとある。熊本も手羽先がありますね。では手羽先ね、手羽先の麹漬けがありますから、これも焼きましょう。餃子の時にはですね、何から始めるかっていうのが一番問題になりますが、当然ですが具作りですね。具作りは大変です。一生懸命作らないと美味しくできないですね。よいしょ。今日はこのキャベツと変わった感じで、おう、もうすごいね。うわあ、もう古くなっちゃいましたね。このセロリを使っちゃいましょうか。キャベツとセロリの餃子としましょうかね。キャベツをこう細かく切ったところで、ここに塩ですね。ちなみにニラ忘れました。なんでこいつ感じましょうかね。キノコなんかもよく入れるんですけれども、僕はレタス入れるのが好きかな。あ、セロリだ。で、まあ塩を振っといて、こうやってちゃんとやります。水が多い野菜で、繊維がしっかりしてるんで、よく刻んでやりますね。まあ刻んでいくうちに塩が入ってきますね。これ絞ると本当に少なく小さくなっちゃいますから、それがまた楽しいですね。で、こっちの方に塩がたっぷり入ってますから、お肉の方にはほとんど塩を入れないでやるんですよね。しょっぱくなっちゃって怒られちゃうんですね。餃子の塩加減ほど難しいものはないですよね。何せ肉に塩振ってるから、
味見るわけがないし、まあ焼いてみたりはしますけどね、面倒くさいかもしないそのこのくらい、もったいないような気もしますけどね。こんなでいいかな。ね、こんなでいいでしょうね。で、こちらはあちらへ。で、我が家で一番でかいボウルを使うんだ。ボウルはいつもあの家で一番大きいやつ使います。なんだかんだ言ってもね、こうやってえっ、ー、と僕はつなぎ入れない派ですね。その代わりにちょっとごま油を入れます。塩はほんの少し、気持ちがいい。で、これはどのぐらいまでやるかな。こうやって触ってて冷たくないぐらいまでやりますかね。これでだいたい 200g ぐらいかな、餃子の皮が30枚だから。これあの冷たいではダメですよね。だん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 体温が肉に移ってって、肉がこう滑らかにあったかくなってってくれて、多分この餃子のそのキャベツの中にこう入っていくんでしょうね、味がね、こうやって口に。この過程がすごくしっかりやってないと美味しい餃子にならないですよね。なんか疲れてきた、だんだん体温で餃子がいい感じになってきましたね。で、これをまあ30分ぐらい寝かせるというのが周さんの餃子に書かれてる内容でね、そのぐらいゆっくり寝かせてあげるという。皮も手で作るときなんかもやっぱり皮もこうやってこねた後で30分ぐらい寝かせますよね。昔僕から一人でいらっしゃってた方のお仕事で皮からみんな作ったことありますけどね、美味しかったですね、あの時はね。はい、これでまずはこいつはそのまんま30分置くと、その間にさっきの手羽を焼き始めますね。これですね、手羽先の麹漬けですね。塩麹に手羽先を入れてます。これ一番美味しいです。多分塩麹漬けの食い物の中では一番いいんじゃないかな。手羽先入れるの
して、こいつを、はい、いつものようにこちらですね。鮭焼いたのそのまま入ってますね。ここに入れてあげて、よいしょ。で、今日はあとはカレーがあって、味噌汁があるんで、味噌汁、夜の汁にしてみましょうかね。めんどくさいんで。キャベツと、ちょっと食べてみようかな。はい。で、まあもういいか。餃子30分ぐらい休ませたいんだけど、もうそのまま作っちゃいましょうかね。まあこれいいでしょうね。このまま作っちゃいましょう。餃子っていうのは結構いやらしいっていうか、めんどくさいんでね、なかなかあの具をどのぐらい入れましょうかとか、焼けて焦げちゃいますねとか、いろんなことがあるんで。これじゃなかった。まな板、あ、こっちですね。このまな板がちょうど15枚置きます。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15枚ね、15枚ですね。で、15枚のところに、この具をね、半分ぐらいですね。そうすると、このぐらいで5枚ね。で、このぐらいが1枚、2枚、3枚、4枚、5枚。まあ、こんなもんだなぁってのなんとなく分かってきます。はい、分かってきたところで、これはうちの奥さんに習ったんですよね。いつも餃子の皮に対してこの方が合わなくなっちゃうんで、で具だけでハンバーグしてもあまりうまくないからね、いつもこうやって肉配分を最初にしますね。で、ここからが最近の流行りで、シューマイみたいに上閉じないでこうやっちゃいます。上閉じないです、こうやって。シューマイと違って餃子の皮ってのは厚いから開きやすいんで、シューマイと同じ作り方するとダメなんですよね。なんでこれを一回油でたっぷりのところで皮の側を焼いて、それから頭の方をひっくり返して焼くというやり方になります。これが実に簡単。
で、これ焼けるときに皮の中に旨味が入ってってくれますから、僕はそれが一番大好き。できましたんで、こっち来ました。よいしょ。これをね、オリーブオイル使っても構わないし、何使ってもいいんですけどもね、僕はだいたいこれ最近はヒバーニ油をよく使ってます。ちょっと多いかな。ちょっと多いぐらいなのよ。足りなくなったも大丈夫ですね。でギュッと押し付ける感じね。ギュッと押し付ける3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15とね、こっちから順に入れましたね。で、火もこっちの方がちょっと強めに出るんで、このね、こうやって一生懸命やっていきます。まだですかね。それを焼いてる間にこちらには次の15枚の料理を仕上げましょう。3、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15と。さあ、こっちですね。お、ちょっと焦げ始めましたね。お、お、焦げました。こんな焦げるとね、もう美味しそうですね。こいつこっちの方に。お。いいですね。弱火にしましょう。よーよー、焦げ。よく焦げとるわ。今後ね、パリッと焦げてた方が美味しいですよ。おお、焦げすぎだ。これにならね、ちょっとずつこうやって動かしていきましょう。ちょっとあの、豚肉の脂が出始めますからね、なかなか美味しい。で、こちらはお、今一生懸命焼けてますね。よいしょ。蓋がね、これがつくよっていう感じにしておいて、大体僕はポットのお湯をね、使います。はい、このまま
向こうでは始まります。それでこっち側で残りを、まずは肉杯を1つ2つ4つ、あ、ちょっと弱火ですね。弱火にしてあげる。弱火にしてあげますよ。昔はね、一度に60個とか70個とか80個とかホットプレートで餃子作ったもんですけど、なんかもう最近は作らないですね。これだともう本当に数個から作っても気楽で簡単、入れて美味しいですからね。で、向こうの方に参りましょうか。おお、上手になってきましたね。うん、これにしようかな。これでいいかな。餃子の皮がパリパリにできるのが難しいってね、言うでしょ。僕も大変苦心してましたけど、こうやるとそんな苦労しないでやれちゃうんで嬉しいですね。ちょっと、まあそうでしょ。あ、このセロリの香りがすごいいいですね。醤油を垂らして食べてみましょう。うん、うまっ。もう一個。うん。作る間に、餃子の皮もね、よくソースが多いからダメだとかね、 NG 食品だとか言われるけど、そんな山ほど食わなきゃいいんですよね。美味しいんだもん、しょうがないよ本当に。
あの糖質制限とかっていうのはもう間違えてるのはなぜかっていうと、少しでも炭水化物が入ってるともうそれでダメよダメよダメでしょ。僕なんかは糖尿病でまあそば一杯で300ぐらいになっちゃうから、本当いろんなそういうのをこう自分の体で確認できるけど、それおかしいよね絶対。あのちょっとでも炭水化物が入ってると砂糖何個分だとかなんか言ってね、でも実際に食べてみるとそんなに上がるわけじゃない、角砂糖バクバク食うみたいに上がるわけじゃないんでね。人間の体の代謝ってのは複雑だから、そんな単純になんかわけわかるわけじゃないんだからさ、それをなんか煽って煽って、おなんか煽って煽ってね、そういう糖分を吸収しないサプリメントだとか、サプリメントは僕はまだいいんだけど、なんか機能性なんだか、もう本当にタンパク質のブロッカーだから、ああいうのサプリメントでオールナチュラルのやつは僕はそんなに問題があるとは思ってないです。昔からあるものを使うわけだからね。弱火ね、そしたらこうやって焼いていく、こういう料理っていうのは何が大事かっていうと、一個一個の食材を大切に使っていくところが重要ですよね。一個一個こう大切に一つ一つの肉を繰り返していく時もそういう風にしてあげると美味しいですよね。でこうやってね動かしてやるとパリッとなってきますからね。でこっちの方を見てみましょう。じゃあ、ね、ほらほら一緒に焼けてきましたね。ひっくり返してあげましょう。米こう塩麹がこう外側をずっとくるんでるんで、いい感じに焼けてきますね。あれ後で下段にやらないといけないですね。うん、もうこのカリ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 っていうなんか焦げてる感じの音がもうベリーグッドですよね。ほらもう焦げてきてる。はい、こういうふうになると美味しく出来上がりますね。これでお湯を入れる直前にガーッと火を強くしてあげて、お湯を入れてあげましょう。3分の1ぐらいでいいですね。ちょっと切って置いとけば出来上がりと。はい、その間にあちらの片付けをしちゃいましょうか。
なってきましたね。よし、いい音です。お、弱火ね。そうですね、弱火。おー、いいですね。このまま水を飛ばしてってあげましょう。その間にこっち側は、おー、いいですね。ジョリ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 と焼けてきました。上下がもう十分焼けてるんで、これは下段になると少しという感じですかね。そうしましたら、こちらの方は先にもう一枚